K1 スーパーウェルター級の3分3ラウンドの試合をご覧いただきたいと思います。ジョーダン・ピケオ対デング・シルバの一戦となりました。さて、正人さん、はい、面白い組み合わせになりました。実績のあるピケオとこの190、うん、デング・シルバ、そうですね、まあ、非常に楽しみな一戦ですね、年齢でいうと34歳のピケオ、デング・シルバ実は30歳にもなっています。平子さん、この両者どういう相性と見ますか、これは。そうですね、ピケオ選手、まあ、怪我から、ね、あったということで、あの圧とパワーが どれだけ、ね、復活しているのか。確かにシルバ選手この身長でスイッチを用いたり、ね、はい、してきますもんね、撹乱しますよね。両手両足両膝本当にうまく使うのがこのデングシルバです。このデングシルバってこうずっと落ち着いてる感じですよね。確かにそうですね、入場から、コーナーの下にいても、はい、そのまま止まらずにリングまで上がってきますもんね、うん、こう本当に感情の起伏という意味ではすごい安定的な人なのかもしれません、うん、ファイトスタイルと全く違う意味では非常に知的な選手です。かなり研究熱心、自分で動画もしっかり何試合も見ます。それがデングシルバ、そういう意味ではピケオの素材は山ほどあるでしょうから、うん、ちょっとあれですね、ピケオ今日の体の絞りいつもより緩い感じ。ああ、そうですか、はい、ちょっとあのね、 K1 来た当初に比べると絞り緩いですよ。スーパーベルター級のジョーダン・ピケオ対デング・シルバの一戦となりました。背の高い選手、青いグローブ、こちらがデング・シルバです。赤いグローブ、ジョーダン・ピケオ。絞りが緩いということは水抜きして体重落としてるんです。ああ、なるほど、うん、そのあたり練習の部分で何かうまく運ばなかったこともあったかもしれません。あとは年齢もありますからね、34歳、なかなかウェイトも落ちにくくなる年齢でもあります。長い距離、足が伸びて届くんです、デングシルバ。この距離は全然射程圏です。あと入っていた、ただカウンターをピケオ回せました。このあたりはデングシルバとしては余裕の距離です。ああ、ボディに今左フック、ピケオカウンター狙っています。まあ、デングシルバーこう、ね、あのローキックからのコンビネーションをどうやろうかなって考えている感じじゃないですかね。ああ、そうなんです ね起点はローからの上、ピケオはこの身長差あるんでね、やっぱどんどん縮めていきます。そうですね、入ってくるピケオです。まあ、その帰ってきたところにいい膝蹴りのカウンターでしたね。デングシルバー入ってくると膝があります。ローだ、ここら片手でガードしました。ハイキックもしっかりガード、スイッチしましたか、デングシルバスイッチしましたね。左構えだ、これがデングシルバです。右も左もいけます。それほど今日はデングシルバ手数多くありません。そうですね、長い前蹴り、ピケオも高いハイキックでカウンターを合わせようとしました。ピケオはね、斜め上の方にパンチ打ってますからね。そうですね、いや、ヒレコさん、あのと体重も乗せにくいんでしょうね、あれやっぱり打ちづらいもんなんですか、上に向けるっていうのは。やっぱり打ちにくいですよね。あ、頭の位置が一つぐらい違うような、そんな印象があります。でもこう今ピケオうまく戦ってますよね。うまく自分の距離で戦ってますね。ピケオが178センチ、デングシルバ190です。ちょっとこの映像だと分かりやすいんですが、頭1個分違います。ただそう言ってもデングシルバファイティングスタイルとしてはインファイトも好きなタイプです。ただただ外で相手を癒すだけではない。ちょっとテンポ上げてきたぞ、デングシルバ。ちょっとテンポ上げてきました、デングシルバ。ちょっとね、距離が入れないんでね。なるほど、ピケオの距離なんで、強引にちょっと狙っておきます、ね、一発ボディ。やっぱサウスポーネと右で構えた時は右の方がデングシルバ攻撃全然強いですね。なるほど、この前蹴りで距離をピケオコントロールします。このカウンターの右を合わせたのはデングシルバ、左のワンツーでした。飛び飛んでハイキック、これは当たりませんでした、デングシルバです。左構えのままデングシルバ、僕の膝はまだ出ていないか。1ラウンド終了しました。さて、平子さん、1ラウンドどう見ましたか。デングシルバが1ラウンド見たのか、はたまた入れずに、そうですね、ピケオがまあ、ちょっと距離感を制していたのかっていうところですよね。これをマサトさんどう解釈すればいいんでしょう。この1ラウンドはピケオの距離で戦ってました、デングシルバ入りにくそうでしたよね。サウスポーに構えてこう
入れないんで、ちょっとイラッとしてオーソドックスに戻して強引にパンチで入っていきましたけど、はい、このラウンドピケオがうまく戦ったんじゃないですかね。果たしてデングシルバがこの1ラウンドを終えて2ラウンドどういう戦い方にするか、まあ、2ラウンドはもっと出てくると思いますよ、デングシルバの方が、はい、あで近づいていくと平子さん距離の差というのはなくなるってことはピケオとしても攻めて増えますもんね。そうですね、ピケオの思い切った一発もね、そうですね、距離感になるでしょうから。果たしてそこまでの詰め将棋でピケオが今来ているのか、キャリアがいかんせん多いこのピケオです。改めて今日61戦目、デングシルバも実は50戦目。スーパーウェルター級の一戦です。赤いグローブがジョーダン・ピケオ、そして青いグローブデングシルバーの一戦です。距離を縮めていくかどうするか、デングシルバー前蹴り、ピケオが詰めてきましたね。ちょっとプレッシャーかけ始めましたね、ピケオがまたサウスポーに変わりましたね。あ、前に行こうとする仕草を見せているのはピケオです、ね、ハイキック、あデングシルバーが行かないのか行けないのか、遠い距離詰めていく、クリーンヒットはありません。右構えになっての右、今度ボディだ。やっぱ右構えの方が、ね、パンチに迫力ありますよね、音が全然違いました。ハイキックガードして前へ行ったのピケオ、これは嫌がりました。デングシルバー距離取ります。でスイッチ、ピケオの来た瞬間でスイッチをして距離取って膝だ、これです、この膝があります。デングシルバー音取ってきました、はい、スイッチ左構えです。左右の構えどちらでも膝は打てます。デングシルバー今度右にスイッチや左に戻す、いや平子さん変幻自在ですね、相手はやりにくいでしょう。ピケオ入ってくる、マサトさんもっとデングシルバー行くかと思ったんですけど、そうでもないですね、入れないですね。そうですね、ピケオのなんかこう圧になんか押されてる感じしますよね、膝なんとなくピケオペースに見えなくもない感じになってきましたね。ピケオに逆らされてるって感じ、はい、そんな感じがします。膝だ、もうそしてかぶせる右、もう一回膝、アッパーだ、アッパーだ、アッパーからかぶせる左のストレート、クリーンに何発か当たったでしょうか、うん、でもしっかりあの ガード固めてピケオも攻撃パンチ見てますね。なるほど、強引に今詰めていきました。ピケオです、はい、距離縮める、ピケオ、うん、高い、この前蹴りが上まで届きます。ただやっぱり下がらされてるのはデングシルバの方、右だ、さあ詰まったぞ、ピケオ下から入る、追いかけてきた、ハイキック、デングシルバー、やっぱり背が高い分ね、もう、そうですね、拳1個分届いてないですね、下がりながらでもデングシルバーは足が届きます、アッパー、アッパーは先ほどいいパンチがありました、入ってくる、時間が少なくなりました、第2ラウンド、ピン、左ストレート、軽くヒット、前蹴り届く、飛び膝、ハイキック返します、ハイキック、2ラウンドが終了しました、うん、平子さん、デングシルバーとしても今のラウンドアッパーですか、いいパンチ入りましたか ね、 そうそうね、膝もね、何度か狙いすましたものがあったんですけど、ね、まあ、ピケオ、圧をかけてるのはピケオですよね、なんかそんな気はするんですけれども、ちょっと手数少ないですよね、デングシルバー、そうなんですよ、もうちょっと前に出ていかないと、デングシルバは直近の試合ではストーヤンに判定で敗れたのが今年の7月でした。今日負けると連敗となってしまいます。一方でこちらジョーダン・ピケオ、和島と戦ったのが昨年の7月、そこから久しぶりのこの K1 のリングです。両足、まあ、足を痛めたと、アキレス腱痛めたって情報は入っていました。さあどうするか、ポイントはどっちが、いや平子さん、どっちが有利って見るの難しいかもしれないですね、これ、ただやっぱり積極性あるのはピケオですね、そんな感じはします、
ジャッジがどう見るかという部分もありますけれども、 K1 スーパーベルタ級3分3ラウンド3ラウンド目に突入しました。おっと来たぞ、デングシルバー来た、まだ引いた今のはいい、ちょっと下がりました、いい右アッパーだったな。ここに来てデングシルバー来た、今度はオーソドックススタイル右構え、強いパンチが打てる構えになります。ガードガチッと固めたのはピケオ、いくかデングシルバー、前蹴りちょっと距離を嫌がったのはピケオ、ワンツー、そしてスイッチ、ここでスイッチ、デングシルバー膝、ピケオの全身がちょっと止まったか、ピケオ唇切れましたね、そうですね、赤い出血が見えます。潜っていったピケオ、右ストレート、ピケオ浅かったか、距離を詰めてくる、詰めにくる、ここはパンチでなんとか押し下げたい、デングシルバのパンチに出して右ショート、ピケオだ、前に来るピケオ、前に来る、ガードがしっと固める、ハイガード前蹴りから右ストレート、この位置だとデングシルバー良くない位置、ピケを狙う、前蹴りからパンチは上斜めでボディ狙い、ボディ効いたかな、一発ボディ、今ボディちょっと嫌がった、打ち下ろす、さあ右テンプルだ、膝これちょっとわたた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 たと、変なとこ、変なとこ当たりましたね、膝は右かな、なんか側頭部がピケオの足に当たったように見えました、倒れた瞬間です、耳を痛がってですね、耳ですね、ちょっと今こう倒れ込むときにピケオの足のあたりが当たったように見えました、大丈夫でしょうか、ちょっと思わぬトラブルです、出血はどうやらないようです。全体よりかなり痛そうです、ただその前のシーンで平子さん、ちょっとデングシルバーも効いたのかなというシーンもありましたね、なんか積極的に前に出始めましたけども、ピケオがそれをねちょっと打ち返すようなシーンが見られました ね、逆にあのピケオのボディ打ちが効いたような気がしますね、本人相当耳を痛がってます、続行は多分できるとは思うんですが、今通訳を受けて説明を受けています、デングシルバー、ブラジルサンパウロ出身です、どうやら大丈夫そう、再開します、再開です、試合を再開します、ちょっとトラブルがありましたけれども再開です、最終ラウンド、もう一度組み立て直し、残り1分半ぐらい、ミドル、出口はちょっと下がる、デングシルバーがまた手が出なくなってきた、出ないですね、ナイスボディ、また腹ですかね、これ効いてるんでしょうか、効いたように見えましたけどね、このラウンドの立ち上がりのあのデングシルバーの勢いが今なくなっています、あーと、はい、ガードする、スイッチ、もしかしたらボディ打ちが効いたのか、ピケオのボディです、ボディ打ちです、はい、キック、左ストレートカウンター、長いな今のは、あれが届く、今のは長い距離でしたね、あのパンチは怖い、足のキックに対してのカウンターで手が届くっていう、アッパーからワンツースリー、軽くですがヒット、これがジャッジにどう印象付けられるかです、残り30秒、ピケオを前に行く、ピケオを前に行く、ガード固めて、で後ろは距離をちょっと取りました、はい、ガード、残り20です、デングシルバーちょっと前に来た、本命は右、時間がなくなってきました、どちらが印象強い攻撃ができていたか、バックハンドのフェイントからパンチ、そして膝、これは全部ガードしました、ピケオです、
でゴング3ラウンド終了。 K1 スーパーベルト級3分3ラウンドが終了しました。判定へと持ち越されています。難しい試合になりました。あ、そしてピキオ陣営が訴えてますね。何か判定をお願いします。シルバに入っただけ。一票シルバに入っただけ。エクストララウンドです。ちょっと今、まあ、お互いちょっとね手数少ないですよ ね、やっぱりあのね K1 に出るの初めてじゃないんで確かに、まあ、3分3ラウンドの戦いっていうのをもう少し理解しないといけないですね、はいはい、これは全くあの K1 のファイトスタイルっていうのを分かってないですよね、なるほど。おそらく今マイツジムのパスミールさんが何か訴えてたんですけれども、もしかしたらあの耳が痛いっていうところのなんかのアピールだったのかもしれません。ちょっと怒っているようなそんな表情に見えました。さあ平子さん、エクストララウンドですね。何かどのあたり注目されます？シルバ選手が3ラウンド前に出た時ね、ピオも少しやりづらそうな表情があったんで、ちょっとこの最終ラウンドは延長は手数の多いお互いの攻防みたいですね。まあ、もしかしてあのマイク会長、あのボディが効いたから耳が痛いって休んだんじゃないかっていう、そういうことかもしれないですね。なるほど、だいぶ怒ってました。ちょっとね、なんかボディ効いた後でしたからね。そうですね。さあ延長3分間です。手数が出せるかどうか両者。前蹴りから入りましたピケオです。手数でボディー、ボディーからいったデングシルバー。前蹴りピケオです。スイッチしているのはデングシルバーの方、はい、これもガードします。デングシルバー今度右側前強いパンチを打ちます。またスイッチ、本当頻繁に変えます。ただ手数はそれほどまだ出ていない。出ないですよね、デングシルバーです。飛び膝からパンチ、出ないというか出せないのかもしれない。そうですね、ボディが潜っていったピケオです。ボディから上だ。残り2分です。このエクストララウンドは必ず差がつきます。わずかの差となると雅人さん、やっぱり手数が多い方がいいですよね。まあ、もちろんそうですね、もちろんダメージをね与えるのが一番ですけど、ダメージ与えられない場合はより積極性っていうのが。そうですよね。松田逆ポイントサウスポースタイルの松田です。右を返したピケオ、もう膝が顔面まで届く。これガードをしていますが、手数を出した方が若干印象良くなるでしょう。ボディ絡めた。右、もう一回右だ。チャンス。右がダウン。これはダウンだ。これはダウンだ。大きなダウン。大きなダウン。ただまあ、マサトさん本人は滑ったアピールしてますね。まあ、まあでも顎にパンチ入ってましたからね。ちょっと足が揃ったというか足が浮いた時にみたいな感じでしたけど、さあこれで明確な差ができました。デングシルバ行かなければならない。ピケオとしてはこれで大幅なリードです。あ、また右、惜しい。下がるかデングシルバ、そこに勝ち目はないんですが、デングシルバ、もう一回右だ。ピケオもやっぱ打ちにくそうですね。高い右だ。もう一回、残り40秒、下がるデングシルバ。デングシルバ逆転の攻撃はできないか。後ろ回し大技、ただ位置が変わった。デングシルバチャンスの位置、手が出ない。これでもね、自分が負けてるの分かってても手が出ないですからね。出せないのか出ないのか。デングシルバ残り20秒切りました。あー、手を変わった。左だ。これはスリップ、右から左の振りですね。うまかったですね今のは。残り10秒です。
ハイキック後ろ回し、これは王座ピケオも疲れました。あ、ここでゴングダウン一つ取りました。ジョーダンピケオ勝敗は判定、ただダウンがありましたピケオです。いや、平子さん、はい、最後までデングシルバがこう、そうですね、まあ、先に判定を伺いましょう。ジャッジ水谷10対8アラムピケオ、ジャッジ加納10対8アラムピケオ10対8、2票入りました。三者ともに10対8、勝ったのはジョーダンピケオ。お互いに手数がなかなか出せないという試合になりました。マサトさん、感想をいただきます。そうです、まあ、昨試合中も言いましたけど、やっぱりこう K1 の戦い方っていうのを理解して、こう戦わないと、はい、やはりなかなかこう K1 のリングに上がるチャンスっていうのは難しくなってきますよね。あ、平子さん、感想いかがですか。まあ、最終、延長戦で、はい、延長ラウンドで、まあ、体力も削れてる中、そしてあの懐の中によく一歩ね、もう一歩っていう踏み込みを、ね、ピケオを、ね、見せてくれたなと思いましたね。最後の最後、前に前に前に行った方がピケオでした。そこで足が揃ったタイミング、ダウンシーンが生まれました。ただマサトさん、今スローでご覧いただきますが、右が伸びましたよね、はい、これ多分入ってたと思います。でここからこれもちょっと滑ってはいるんです。確かに、まあでもダウンですよね。ただマサトさん、このデングシルバの規格外の体というのは我々期待値持っちゃうんですよね、どうしても。だこういう選手がもっと前に積極性、積極的に出ていけば、はい、本当に相手としてはやりにくいんですけどね、こうやって手数が少なくて待ってるとそんなに怖さないですよね、やっぱり。まあ、でもこの試合ちょっと僕楽しみにしてたんで、ちょっと残念な試合だったな。あ、なるほど。もしかしたらデングシルバが今日の試合の前に何かトラブルがあって、うまく本調子になれなかったという可能性もありえます。ただ一方でこのキュラソーからやってきましたこのジョーダン・ピケオとしましては、連敗は避けることができました。平子さん、もベテランのこのピケオですけれども、ね、これでまた K-1 の舞台に上がれる可能性はつながりました。そうですね、あの時の圧というのがね。そうですね、かつて紐解くと解説でいらっしゃっている佐藤さんとも戦った、そこで、佐藤さんに勝ったところからこのピケオのストーリーは始まっているわけです。それこそアガゾフとかグレゴリアンとかとも戦っています。映像でもご覧いただきましたが、和島、そしてノイリ、さらに久保優太、いろんな選手たちと戦ってきたのはこのジョーダン・ピケオ。Good evening, everybody. I hope you guys enjoyed the show. It wasn't my best experience because this was a tall fighter. The distance was crazy. I couldn't catch him. He kept his distance very far. But the thing is.It's a slow fighter that got me to counter him faster than I supposed to. But still, I hope you guys enjoyed the fight. And yes, I'm back, baby. I'm back. And somebody, Masaki Nayori, I forgot to tell you. Sorry, brother. I couldn't knock him out, but I did my best. Hope you guys enjoyed the fight. Everybody that came to watch me, thank you. My team, Mike, Yuri, Guus.Milano and Stoyan, he's a guy, he's about to be the new champion of Crush. I know that for sure. Us brother, you're next. みなさん、こんばんは。今日の試合、楽しんでいただけましたでしょうか。
実はこのような、今回のデング選手のような背の高い選手と戦うのは実は初めてで、とてもやはり距離の取り方から、すごく苦戦しました。でただ、まあ、スピードは彼より自分の方があるというふうに思っていましたし、そこで、まあ、カウンターを狙うような、試合運びで、今回考えておりました。今回はこうしてまた自分が戻ってこれたこと、このリングに戻ってこれたことをすごく嬉しく思っております。そして自分をここまで連れてきてくれたチームの皆さん、本当にありがとう。そして今回相手を KO できなかったことを、お約束していた通り KO できなかったことを、皆さんにお呼びしたいと思いますけども、試合を楽しんでいただけたらそれだけでも嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。そしてストーヤンに対して次はお前だぞというコメントもありました。同じマイクスジムで戦っているストーヤン、この後登場してくるわけです。今日この試合に向かって準備したのはプレッシャーを強くかけていきたい、そんな話をしていたジョーダン・ピケオ。確かに今日プレスをかけていったのはピケオの方でした。その差が最終的に生まれました。ピケオ対デング・シルバ、勝ったのはジョーダン・ピケオでした。